公共曲第26番に単調評防圏 I-26 はフランツ・ヨーゼフ・ハイドンが1768年頃に作曲した公共曲ラメンタチオーネの愛称で知られるこの作品の自筆原稿は残っておらず正確な作曲年代は不明である三楽小構成であることもありかつては 初期の1765年から1766年頃の作品とされていたが、エントブルーフカタログ上の位置や様式などの研究により、現在ではもっと新しい1768年から1769年頃の作品と考えられるようになった。ハイドンの、いわゆる、シュトゥルムーンとドラング期にあたり、この時期には、単調の公共曲が多数作曲されたが、 本作もその一つにあたる。ハイドンの初期の公共曲には三楽章形式のものが少なくないが、1765年以降では本曲と第30番アレルヤの2曲だけである。この2つの公共曲はどちらも天霊音楽を引用した宗教的公共曲であり、通常のようにエステルハー辞典で演奏されたわけではなく、 教会で演奏するために作曲されたと考えられる。四楽章形式でないのも、そのことと関係があるかもしれない。元尊最古の筆者譜にはすでに、受南と哀歌と記されている。第一楽章には、当時のオーストリアの受南劇でよく使われていた音楽を引用している。第二楽章には、エレミアの哀歌の音楽が引用される。オーボエに、ホルンに、第一バイオリン。 第2位バイオリン、ビオラ、低音。全三楽章、演奏時間は約17分。この時代の公共曲としては珍しく、メヌエットで終わる三楽章で構成され、第1楽章と第2楽章に受難衆と関係する音楽を引用しているところに特徴がある。ありがとうございます。